目指せ1億円、夢の1億円超えれんのか、前年比で 414% 増加したんですよね。結構ね、ガラッとまた新しいことやろうと思ってるんです。で、はい、本日ですね、ジャパンメディアの売り上げを発表していきたいなと思います。ということで、毎月やってるんですけども、よろしくお願いします。今回はね、毎月の売り上げだけじゃなくて、去年の売り上げ、一昨年の売り上げとかっていうのも見ていきながら、今年どれぐらいで着地するんやろうと。目指せ1億円、夢の1億円超えれんのかっていうところね、皆さんと一緒に見ていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。では、いつも通りまずね、データ見ていきたいなと思いますので、売り上げを、1ヶ月に変えて、月データ2023年の、10月の売上になりますね。はいと、今回はですね906万5460円ということで、ちょっと1000万円はいかなかったんですけど、900万円、皆さん購入していただいて本当にありがとうございました。実はね、これまあ毎回最近まあ1000万円前後いってるって感じで、まあ安定してるよねって感じだと思うんですけど、ちょっとね一緒に見ていただきたいなと思うのが、2021年から一緒に見ていただきたいんですけどもね、実はこうやってずっと売れ続けてたわけじゃなくて、まあ売上動画ってずっと残してるから、遡ってもらったらわかるんですけど、まあなんか毎日忙しいんで、そんなね人の売上なんか魚おらへんじゃないですか。ほんでまあ見ていただこうって感じなんですけど、例えば1月とかやったらね65万とかね、で2月43万で、5月が低いですね10万円とかね。でこれがねちょうどねポップアップした時がこの時期なんですよ。大阪で初めてね人生初のポップアップしたっていうのがこの時期で、ちょうど6月か7月か7月にやったんで、7月で30万円 でこれはオンラインが30万円で、ポップアップで別で売り上げがあったって感じなんですけど、もう懐かしいですよね。ほんまに何もわからん状態で自分で場所借りて、自分でブランド立ち上げて、特許取ってって、もう全然わからん中でも走り続けてたんですけど、そういう、まあ、不安なこともあるんですけど、不安やからって言ってね止まってる場合じゃないので、まあ、とりあえず進み続けるしかないっていうので、次の月8月はですね44万円で、これは名古屋でポップアップさせていただいたんですけども、2ヶ月連続ポップアップするって今で考えたら考えられへん。そんな毎月ポップアップしてどんだけ大変なんていうことを、まあ、その時は無知やから知らんがゆえに頑張れた、まあ、若かったっていうのもありますしね。でも30になってすぐぐらい、32ぐらいなんで絶対いけるって感じで行ったんですけど、もう今34になったらたった2歳しかかからんけど、もう年に1回でいいとかって言ってるんで、もうなかなか厳しいんですけど、まあ、その辺ぐらいからありがたいことこう認知がちょっと広がって、あ、こいつこんなんやってんねやと思っていただいて、9月からね、いきなり300万円ぐらい売れるようになって、年末ですよね、年末見てもらったら、600万円近く売れるようになって、すごいなって感じで、2021年はね1672万円売り上げれたということで、まあ、これ皆さんにどんどん知ってもらって、後半に向けてガーッと伸びていったっていうのがこの年やったんですね。で一番最初に作ったのは実はパーカーなんですけど、パーカーは2020年の、9月かな10月かに作って、まだ当時はねブランドの特許申請もしてなかった時なんで、そのねタグがないんですよ。ブランドのロゴがまだない状態で販売したっていうのが一番スタートなんで、その時のパーカー持ってはる人からしたら多分めっちゃレアやと思います。この洗濯タグあるじゃないですか。この洗濯タグにね、もう今とかやったらこのフリースもそうなんですけど、こうジャパンメディアのロゴが入っちゃってるんですね。で僕基本的にここにロゴ入れないんですよ。なんでなんかっていうと首痒くなるじゃないですか。でそれってなんかブランドのエゴやなと思ってるから、着てるお客さんが不満あったりとか、着てて痒いとかってなるんやったら邪魔やなと思うので、つけないようにしてるんですけど、まあ、ここにつけてるんですよ。だからそれがねパーカーにはないんですよ2020年にはね。でこの頃ぐらいからそのロゴがもう多分正式に特許取れたんで、洗濯タグにね入ってるようになったんですけど、入ってない人はかなりもう前から持っていただいてるっていう感じです。で次ね2022年を見ていきたいんですけど、2022年はねここはねアイテムがね相当増えてきたんですよ。ボディバッグとか、あとそれ以外にあったネックレスとかね、今こう主軸になってるようなロンティーとか、まあ今ロンティーがなくなっちゃいますけど、まあ、そういうのがブワーッと増えてきて、今まあホームページ見てもらったら分かると思うんですけど、これ僕が全部一からプロデュースしてるので、別に誰かに任せてるわけじゃないんですよ。誰か作っといてとか、仲介業者さんにもらったか中から選ぶとかじゃなくて、全部自分で工場行って、直接やり取りして、こういうのが作りたい、でこういうのでお客さんに満足してもらいたい、お客さんの生活を豊かにしたいっていうのでやってるんですけど、まあ、これもありがたいことに右肩上がりですよね。最初1月とかやったら260万とか、まあ、それも去年に比べたらすごいですけどね。でそれこそまあ9月とかやったら800万円とかまで上がってって、最後11月ぐらいが一番高いけども、945万円、1000万円はいかへんけど、このブランドも1年たった1年で1000万近くまで行くようになったやんっていう感じで終わって、2022年が6936万円売れたっていうのがオンラインで売れたんですね。まあこの時ポップアップもやってて、北海道でポップアップやらせてもらって、もう売り上げが全てじゃなくて、やっぱりお客さんと直で喋ると、お客さんってこういうことを考えてはんねやとかね、こういう風にして僕のことを見てくれてんねやとか、ジャパンメディアっていうことも好きになってくれる人見てんねやっていうのが、やっぱ直接会うことで分かるので、ただ数字だけこう追うっていうのじゃなくて、まあ実際問題お客さんの顔を見てお話しできるっていうのはね、いい経験やなと思って東京でもさせていただいたんですけど、東京の時もねほんま並んでもらって、1時間半待ちとか、で待ってもらって、こんなすぐ入れるもんやと思いましたってお客さんも言ってはったんですけど、まあ貴重なねお休みをね待っていただいて並んでいただいたっていうのはね本当ありがたいなと思いました。でその頃ぐらいからね、やっぱり物も作ってるんですけど、お客さんの声も聞いてるので、どうやったらお客さんってもっと嬉しいんかなとか、どうやったらもっと生活に役立つんかなっていうのを丸々反映できるようになったんで、もうこの取り組みっていうのは日本の企業さんを助けたいっていうのもあるけど、僕の視聴者さんにまず喜んでもらいたいっていうのが綺麗にこうリンクしていって、まあ今の
流れになったんじゃないかなと思ってます。でそれがですね、2021年の1672万円から2022年の6936万円で、パーセントで言ったら前年比で 414% 増加したんですよね。で 414% 前年比でちょっとバグってるんですよ。前年比って 110% とか 120% 狙うのに、まあ、400% 上がってる、まあ単純に4倍になったんですけど、じゃあ今年どうなんかっていうと、今現時点がね2023年の10月までっていうところが9545万円なんですよ。だからもう1億円までもうほんまに400万弱っていう感じなんですけど、2022年の10月と2023年の10月までで比べるとだいたいね 200% 近く、アップしてるっていうことなんで、まあおそらくこのままいけば、1億2000万1億1000万円ぐらいで、まあ、到達かなとは思うんですけど、去年がね今頃で、5100万ぐらいあったんで、ちょうどまあ 187% か前年比で考えると上にいってるので、ずっとまあ右肩上がりではいってるんですけど、まあこれっていうのはね、いつも僕商品こうやって、まあこのダウンジャケットはまだ作ってないんですけど、まあフリースにしてもこうやって送らせてもらった時に、ご購入していただいた方だったらご存知だと思うんですけど、発送通知の時にレビュー書いていただけたら、その今後のものづくりとか工場さんとのやり取りの中で改善点とかが見えるので、ほんまに正直なレビューを書いていただいた方が嬉しいので、よろしくお願いしますっていうのは、メッセージ送らせていただいてるんですね。でその時に別に忖度される方がブランドとして終わると思うんですよ。いやこいつがやってるからちょっと褒めといたろうってなったら、悪いところが改善できないもん、まあどんどん離れていかれると思うので、ほんまに悪いことあったらもうどんどん言ってきてほしくて、それどんどん変えるつもりでいってるし、今回ねこのグレーのパンツ履いてるのとかも、もうそろそろしたら予約が始まるんですけど、もともとはねこの黒パン始まりなんですよ。でこの黒パンはいいんやけど、ベルトループないのがちょっと、ベルトって別に必要じゃないけど、おしゃれとしてベルトループつけたい時にないのが嫌やっていうお声を聞いて、あじゃあそれやったらベルトループつけれるグレーのおしゃれなこうスラックスみたいな綿パンあってもいいんちゃうっていうので、同じ生地で今作ってるんですね。それってちゃんとお客さんからの声がなければ作れなかったんで、まあ、今回12月8日に出せるんですけど、まあおそらくそれもね本数的にはまあ100本ぐらいか200本ぐらいか作れるかなって感じなんですけど、まあおそらくもう欲しいって言っていただいてる方の人数からするともうなくなるかなと思うんです。でそれも追加生産させていただくと思うんですけど、追加生産もね工場さんやっぱ喜んでくれてるんですよ。どんどんまたそこで雇用が出てきたりとかして、まあそこは広島なんですけどね、広島県の工場も僕も行ってるので、雇用ができて日本経済がねこうちゃんと回っていってるという風になっておりますので、皆さんからの声って、あ言ってるわぐらいじゃなくて、マジでこれちょっとどうにかしてくださいって言われたら、あじゃあどうにかしたいなってなるし、発想とかもう遅いんですけどって言われたら、もう毎日発想に切り替えたんですよ。でそんなんとかもうお声いただければいただくだけどんどん変えていきたいと思ってるし、どんどんいいようにしたいなと思ってるっていうのも、この後喋る今後の展開っていうところで結構ねガラッとまた新しいことやろうと思ってるんです。でそれって皆さんに喜んでもらいたいなっていうのもあるし、工場さんに喜んでもらいたいなっていうのもあるので、こういうねここにまあレビュー今出させてもらってるんですけど、まあ例えばジャパンメディアとかで最高の気分ですとかって言ってもらったりとか、その時にねここをほらベルトループの幅の記載があるかもいいかもしれませんっていうことなんで、多分これを見てもらったらもうベルトループの幅も記載してると思うんですよ。こういうのって皆さんからのお声で全部やってますし、まあシャツとかもね、まあ、最近ってこうオーバーサイズが多いけど、このシャツジャストサイズやから骨格ストレートタイプの自分としては、体にフィットして購入してよかったですとかね、あとまあ着心地がいいですとか、まあ、久しぶりの30年ぶりのネックレスなんやけども、どうかなと思ったけどとてもグッドですって言ってもらったんで、30年も前の時ってつけてたけど、そっからずっとつけへん人生やったわけじゃないですか。だけどまたアクセサリーをして自分のこう人生がまた楽しくなったりとかしたら、これってねたったネックレス1本で自分の自信とかまたついてくるなと思うと、すごいまた人生変わったような気がするなって、まあ僕は思うから、たった服なんですけど、まあ、されど服やなと思って、こういうレビュー読ませていただいてちょっとずつこう改善をさせていただいております。だからレビューに関してはもう全てのレビューを読ませていただいておりますし、返信とかはできてないんですけど、あじゃあこれ改善しようとか、これどうやったら改善できるかなっていうのは常日頃ほぼ毎日話はしてますので、ぜひぜひよろしくお願いします。で今後の展開についてなんですけど、まあ今回ね、まあ大体2023年で1億円は超えると思うんですけど、そうなってくると、まあ、少しずつこうジャパンメディアを認知していただいて、あジャパンメディアっていいよね、じゃあリピートで買ってみたいなって思う人も増えてきてくださってるんですね。でそれってありがたいことはありがたいことなんですけど、やっぱり工場さんとしてもこう値上げをね拓造に言いたいんやけど、拓造よく発注してくれてるから我慢してくれてるところとかもあるんですよ。でそれってまあちょっと無理させてるなって思ったりするので、じゃあどうやったら値上げって言いやすいというか言わんでいいんかなと思ったりしたら、やっぱりこの日本の良さを日本国内だけじゃなくてね、もうちょっ と,、展開をもうちょっと広げていくっていうのもありなんかなと思ってて、まあ、今後またね、近々動画でご報告っていう動画出させてもらうんですけど、まあ、その時に自分のこう展開であったり、自分がそれをすることでどうやって日本に還元できるかとか、まあ、視聴者さんにどうやって還元できるんかっていうところを、まあ、お伝えできればなと思ってますので、ほんまにね最初は自分が YouTube やりたいから始めたって言ってヒッチハイクからね始めて、特に何もわからんままがって始めあったんですけど、まあ、それがねどうせレビューすんねやったら、まあ、人のためになったらいいな、で人のためになったけども、なんかこれってまだもうちょっとアップデートできるんちゃうん、じゃあ作ってみようか、でもどうせ作んねやったら、まあ、日本の工場、日本メイドインジャパン僕好きやから、日本の工場自分でアポ取って電話してみるか、こうブチェンって切られるんですけど、まあ、それでもまあ
ずれ作ったら喜んでくれる人がおるって顔が浮かぶから、ここでもうボロクソ言われたってずっと腹立つけども、まあはい、わかりました、じゃあありがとうございますって言って切る時もあるんですよ。だけど、まあそれって結局お客さんが喜んでくれるって分かってるから、何が何でもこれ作りに行きたいと思ってね。やっぱ昔敵の職人さんとかには結構言われる時もあるんですよ。そんなわけわからんことしてるやつと組まれへんとかね、血の取り先と組むなとかいろいろ言われたりすることもあるんですけど、やっぱり新しい風が吹く時って絶対批判はされると思うので、まあそれは自己紹介でも僕言ってるんですけど、いろいろ言われることもあるんですけどね、まあそれでも絶対幸せになる人がおると思って動いてるし、別に誰か傷つけるためにやってるわけじゃなくてね、よくならんかなっていうところで考えてやっておりますので、まあそういった展開とかも、今後ちょっとお話はしていきたいなと思っております。まあはっきり言って自分のために仕事するんやったら、もうこれ以上やる人ってあんまないんですよね。やけどそれってもうあんまり嬉しさがもう上限で止まっちゃってるんですけど、まあそれやったらどうせ自分はもう上限いっちゃったんやったら、他の人をこう喜ばしたりとか、誰かのために動いたり、日本のまあ企業さんのために動いたりとかする方が、まあ僕としても楽しいし、いろいろ挑戦しやすいんじゃないかなと思ってますので、まあ今後ともね、あの平凡な一日から始まったり寝癖から始まったりすることもあると思いますし、またわからん、わけわからんこと始めたなって思うかもしれないんですけども、まあ僕はそれぐらい、この購入していただいている方、まあ見ていただいている方に喜んでいただければなっていうことで思って動いております。だからね、ちょっとそれちゃうよとか、それちょっとずれてんちゃうっていうのがあればね、ぜひぜひそれは遠慮なく言っていただけたら、僕の方でもね、あ、本当そうですね、申し訳ないですっていうことで、心改めてまた違う方にちゃんとやっていきたいなと思いますっていうのもやろうかなと思ってますので、ぜひぜひ遠慮なく言っていただければな、ということで本日はですね、売上発表と、まあ今後についてちょっとサクッとだけお話しさせていただいた動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。